はい、今回は2021年東北大文系数学の問題を説明します、これ1番は前回やってるんで2番です。1で求めた日本の共通接線と2次関数 y x イコール x 4プラス 4x プラス16のグラフで囲まれた部分の面積を求めなさい。でこれは図で書くとね、大体こうなっとって、で、接線っていうのがね、これがここまで、こういう接線と、で、ここ2で、ここ4で、こんな接線ね。で、接線はね、1番に求めてあってね、これ一つはね、y イコール8x プラス16で、こっちは y イコール16x マイナス 26x で、この 16x マイナス20と、8x プラス12、この交点を求めると 8x は32で、x は4で、この、接線の、交点が4点になります。で、x 乗、y イコール x 乗プラス 4x プラス16、この x 乗プラス 4x プラス16と、8x イコール 8x プラス12、これ計算すると x 乗マイナス 4x プラス4イコール0で、 x は2でできますね。この、二次関数とこの接線の yxy が2と、もう一つはね、x をプラス 4x プラス16が、16x マイナス20なんで、x マイナス 12x プラス36を0で、x マイナス6を0で、x は6です。ね、このポーテル。で、この二次関数と、でこの共通接線で、囲まれた面積というのはここにあるので、インテグラルの、2から4で、上側にあるのが x 乗プラス 4x プラス16で、で、引くと引くが 8x プラス16 でこれの、dx とでプラス、4から6の x 乗プラス 4x マイナスプラス16から今度は、変わります。 16x マイナス20で変わって、ここ dx、 これ計算するとね、計算するとどうなるかといったら3分の8で、こちら3分の8で、3分の8で、そう、3分の16、面積が3分の16で出てきます。はい、終わります。